空飛ばせ。いや、やっぱり南葛 SC っていう特別な名前のクラブですし、それこそ葛飾、サッカーに縁のゆかりのない葛飾でそういう活動をするっていうことはすごく重要なことだと思うので、やっぱりこの今2年連続昇格してて、J リーグまであと2つ昇格するのはすごくこう、まあ遠い未来ではないと思ってますし、やっぱり僕たちの夢であったり目標は一つ一つ、まあ、まずは JFL に昇格して、そこから J3、J2、J1 っていうところに行くのが夢ですし、この間高橋先生と対談させてもらった時に、やっぱりチームのやっぱり最終的な行き着くところはやっぱりアジアチャンピオンズリーグに出て優勝して世界に出たいっていうことをおっしゃってはいたので、やっぱりそれをするためには今の僕たちの力で一つ一つ上がっていくのがすごく重要だと思うので、その夢を叶えるためにまずはJFL 昇格頑張りたいと思います。たくさんの夢のご応募ありがとうございました。夢の募集期間があとわずか8月31日で募集締め切りとなります。皆さんからのご応募をお待ちしてます。詳しくは概要欄をご覧ください。